ますよ。はい、こんにちは、一郎です。今回の企画はランボルギーニで富士スピードウェイ、これ走りたいと思います。でもね、今日の天気が実は見えない、見えない、ほらこっちからこっちまで、これやばいな。走れるかな。今日これ富士スピードウェイで、あの走行会、フリースピードウェイが主催する走行会なんですけど、エキスパートクラスでエントリーしてます。前にね、フェラーリの458スパイダーで霧の中最高速チャレンジみたいな、そんなことをやったんだけど、まさかランボルギーニでもやっちゃうとは。僕が走る時間があと1時間、それでこの霧が晴れるかどうかだよね。天気はちょっとこう良くはなってきてるんで、ただもう完全ウェットだから1回目はウェットになるかな。ちょっと向こうも見てみようか。この向こうにコースがある。これちょっと分かるかな。ちらっとコースは見えるけど、一寸先は闇いうやつやな。おい、霧がなくなりました。やったー。でも路面は相変わらずまだ濡れてる。だからまずは1回目はウェットだね。で、2回目はドライになるかな。微妙なとこだけど、ドライになってくれればウェットとドライの2個取れるじゃんね。あったか。パークで走るときはもうなるべく車の中に何も入れない。じゃあそろそろ行きますよ。いやー、さていよいよ走ります。まあ、あの前回の鈴鹿に続いてね、今回もウェットなんですけど、まあただハーフウェット、うん、なんて言うんだろう、思いっきりこう思いっきり雨っていうわけじゃないんだけど、まあちょっとウェットなんで気をつけて、まずはタイヤを温めながら行きたいと思います。まあ1周目はね、もう絶対無理をしないように、ちょっと初めてなんで、も出てるからね、抜いちゃダメですよって。あ、もういきなり、いきなりだ。やっぱりね、その雨降ってるっていうか、まあ、雨は止んでるんだけど、路面がこれまだ濡れてるんで、その無理をするとね、やっぱりああいう風にスピンしちゃう。
無理はできないな。ちょっとね、まだタイヤがこうね、ちょっとアクセル頑張って踏もうとするとこうタイヤがね流れていくような挙動が感じるんで、中で反応、電池切れか。じゃあ電池切れですね、これ。やっぱり来る時にずっとやってたのがダメだったかもしれないね。一周しかタイム測れてないの。よし、はあ、暑かった、はあ、何秒ぐらい。お、なんとかなんとかトップタイムゲットです。いやー結構ね滑りましたね。はい、タイヤがこれ一応ノーマルタイヤだけど、まあちょっとあったかいかな。あ、でもそんなに鈴鹿ほど
熱が出てないね。鈴鹿サーキットは結構グリップしたの、雨でも。ここ調子こいとだったら最初もうこんな分かったよ、危ない危ないと思ったけど、うん、フロントはちょっと熱は持ってると思うけど、いや富士はちょっと雨はリスキーだね、すごい滑ります。はい、もう間もなく2回目の走行なんだけど、完全に晴れてきた。だけどまだちょっとね、路面がところどころ濡れてる。 100% ドライではありませんでした。どこまでかかるかな、走とんと。まあでも、Fuji スピードウェイはライセンスも持ってるから、またちょっとね違うタイミングで走りたいなとは思うんだけど、とりあえず今日はこのエキスパートクラスの中でね、一番のラップタイムを出したいと思います。1回目は一番だったんで、2回目も一番取りたいと思います。あとね、ガソリンがさっきの走行で半分以下になったのね。で、途中ここを来る前に近くで入れたんだけど、これ今走行距離3321キロで、ガソリン今満タンにしたばっかり。ここの富士スピードウェイの中にそのガソリンスタンドがあるんで、今満タン入れました。でこの走行距離、次30分走ってガソリンをまたそこで満タン入れたら、何リッター入って何キロで、ちょっとねサーキットのついでに燃費測ってみようかなね。ちょっとリッター、皆さん何キロだと思いますか。想像しながら2回目の走行見てください。え、天気雨、うわ降ってきたやん、うそ。まあまあポツポツ当たるよな、これやばい。なんでどこの雨が降らしてるの。せっかく乾いてったと思ったら雨降ってきたな。まあ頑張ります。それでは準備完了。行きますよ。晴れましたけども、路面がところどころで濡れています。まあハーフウェットっていうんですかね。だからまだ路面状況がよくわかんないんで、まずやっぱりゆっくり走ります。まずはね、スタートは。
と奥までブレーキペダルがこう抜けちゃうっていうか、だん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 ブレーキがこう奥に奥に奥に、もう最後らへんはドーンと奥まで、まあそんなアクセルペダルほどドーンじゃないけど、もう明らかにブレーキのタッチが悪くなっちゃって止まらなくなったから、もう危ない。タイムはどうだ。おっしゃ、とりあえずトップタイム。2位が GTR35 だね。まああのタイムがね1分52秒、まあ、まあ完全なドライじゃないんでね、あと3秒ぐらいいきそうな気するんだけどな。ちょっとブレーキが怖いな。とりあえずトップタイムで、今日はまあ安全を優先してチェッカーフラッグまで走り続けるのはやめました。ブレーキもね、なんかパッドのさ、パッドの角がさ欠けとるよ。見えるか、パッドの角がボコボコン欠けとるでしょ。めちゃめちゃ熱いよ、ストーブみたいな。これはよく走りますよ本当に。3366だ。さっき何倍やったっけ。わかんない。これテロップで上手にやりますよね。で今からガソリン入れるんで、燃料入ったリッターでキロ数を割ればサーキットのリッターが出ます。すごいシャ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 言うんだよ。音入っとるかな。マイクオンになってる。なってます。シャラ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 、あらら、うわうわ。シャ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 、これ相当ブレーキ痛めつけちゃったな。はい、ここスタンドね。富士スピードウェイにスタンドがあります。ここで入れます。27.8 リッター入りました。27.8 って言ったら、まあまあなんだろう、15分ぐらいしか走ってないからね。すごいな、すごい減る、減り方がすごいな。これすごいな。 27.8 を15分で消費しました。で計算をしてみます。その結果はこちら。はい、走行が終わりました。お疲れさんでした。あ、結果ね、1回目の結果が雨、まあ雨は降ってないけど完全ウェット、まあ記録表ではドライ&ウェットってなってるんだけど、いやもう完全ウェットです、まあ、ただあのヘビーウェットじゃないしに、乾き始めでもないぐらいのウェットかな。これで2分5秒749でした。で、見えるか映るか、トップタイムです。次2回目、これドライってなってるんだけど、もう完全にこれ、まあドライの部分も多かったんですけど、そこどころラインからちょっとでも外れと濡れてたみたいに、気持ちここは濡れてるでしょっていうようなところもあったんで、まあ完全ドライではありませんでしたけども、1分52秒993、まあ、もうなんとか53秒切れたみたいな感じで、まあこれもトップタイムです。まあ、これはね、僕の腕っていうよりももう完全にこれはこの子が速いということで、初めてまあほぼドライっていうか、そんな感じで走ったんですけど、もうね、やけくそ曲がる、もうなんていうの、もうすげえ曲がる、で速いし止まるし曲がるし、もうなんて言ったらいいんだろうねこれね、本当に。まあ他のいろんな車乗ってサーキット走ってますけど、なんか一番レーシングカーに近いかな、すごくダウンフォースを感じれるから、
安定してるし、速いスピードで曲がってもしっかりその車の向きが変わる。だから安心して速いスピードで入っていけるし、速いスピードでコーナーを突っ込んでいくことができるんで、安心してね、走れます。まあただ路面状況がやっぱり良くなかったんで、まあちょっとしたことでこうやっぱ車がこう暴れちゃったりするから、まあそこがちょっと、まあ、びっくりしちゃうんだけど、あとはもうブレーキがね本当に時々こうブルンブルンブルンこんなになるから、ちょっとこれはまあ怖かったんだけど、まあこの時速まあ280キロとかそういう時にもしこんなになってガードレールバーンってぶつかったらもうバーンになっちゃうから、まあそれだけは避けたいなと思って、一応まあこれでも少し安全に走りました。まあただそれでも結構速いタイムが出るっていうことで、ランボルギーニのペルフォルマンテは本当に格好だけでなく直線番長でもなくコーナーでも速い車っていうことが分かったかと思います。はい、最後までご覧いただきありがとうございます。またよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。